どうも、あきチャンネルのあきです。今回はお手軽簡単シリーズ100均ケースを使ってミスト式で発芽をさせていこうと思います。今回はですね、ミスト式で種をまいて発芽させるんですが、水を入れずにミスト式でどのぐらい持つのかなっていうところを調べていこうかなと思います。まずは100均ケースにソイルを引いていきます。このソイルはうちで余っていたものを使っています。100均にもね、ソイルは売っているので、そちらを使ってもいいかと思います。結構ね、根が張るので、そうですね、結構1センチ弱ですかね、結構厚めに引いた方がいいかなと思います。で次にレイアウトを組んでいくんですが、こちら、気孔石ですね、こちらを使っていこうと思います。細長く小道を作る感じですかね、イメージ的には。この気孔石は大きなものを自分でこう、ハンマーでね、叩いて、砕いて小さくしたものなんですが、やはりね、こう売っているものより自分で実際こう大きなものを叩いて割った方が自然ないい感じのね、石がこう取れます。後ろから徐々に大きな石に並べていきます。後ろが小さく、前が大きくですね。そうすることでね、遠近感がね、出てくるんではないかなと思います。次に霧吹きをしていきます。そして今回使う種はショートヘアグラスですね。こちらの種を使っていきます。一粒が大きいので、結構ね、密集させて撒いた方がモサモサになっていいかなと思います。この種はですね、前回も使ったんですが、中国製の種ですね。安いんですよ、これ送料込みで、35円。ただね、到着するまでに結構10日とか20日とかね、かかるんで、気長に待てる人は、いいかなと思います。で、種の方が巻き終わったら、上からね、薄くソイルを引いていきます。こうすることで、発芽した後のこうなんかもみ殻が見えてしまうと、なんかね、汚らしく見えてしまうので、軽くね、ソイルを引いてあげるといいかなと思います。そして今度はね、キューバパールグラス、これは水蒸波をミスト式で増やしたものになります。結構ね、増えましたよ。4倍ぐらい増えましたかね、最初の時より。ここから少しね、もらって、中央に植栽していこうと思います。
こんな感じで全体に植えていきます。それとですね、これは食虫植物のハイトリソウなんですが、今年の7月頃ですね、少しねモサモサになってきたので鉢をね大きく植え替えをしたんですね。それから3ヶ月ちょっとですね、だいぶねもうモサモサになってきました。こんなねその倍ぐらいにね増えてきました。でまあ株分けしたいなと思ったんですけど、やはりちょっとね時期的に良くないらしくて、やはり春先がね、まあ株分けのいい時期かなということで、また来年ですね株分けの方をしていこうと思います。まあ途中経過ということで、まあ腐るものも出てくるんですが、それ以上にねこう出てくる新芽が出てくる方が多いので、結構ねモサモサ状態です。苔の方もねいい状態になっています。そしてですね、腰水ですね、まあこのあまりやっぱり栄養を与えすぎてしまうと枯れてしまうらしくて、もう本当こう腰水、水だけの、飼育栽培です。ただね水だけは毎日こう切らせないように、足していってあげれば、十分ね成長はしてくれると思います。そしてこちらね、植栽のから、4日ですね、4日で発芽してくれました。ちょこちょことね、芽が出てきています。そしてこちらが、2週間ぐらいですかね、種まきから、もうだいぶモサモサになってきました。少しね周りの水滴を取っていこうと思います。こんな感じでしょうか。少しねアップで見ていこうと思います。キューバパールグラスの方も少しねこう、ランナーを出して、増えてくれています。そして種をまいたショートヘアグラス、こちらはねもう、おそらくですねもう発芽率は結構いい感じだと思います。だいぶねモサモサになってきました。これで完成となります。それでは本日はここまでとなります。最後までご視聴ありがとうございました。